まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。なんとなく自分から始まるだろうなっていうふうに思ってました。なので、まあ何言おうかって考えてたんですけど、特に言うことも考えてなくて、まあ基本的にね、まあいつも言いますけど、単体精査ですよ。まずは単体精査ですよ。ライン精査も盤面精査もちゃんとしっかりしますが、単体精査メインでやっていこうかなというふうに思ってます。あと、そうですね、まあ、盤面整理とかは、まあ、村の面にはみんなにはしっかりしてほしいなというふうに思いますし、まあ、盤面整理できてないだけで、まあ、ちょっとね、まあ、臭く見られるので、まあ、そこはしっかりしてほしいなって村の人には、まあ、思います。まあ、ぐらいですね。まあ、基本的に、まあ、いろんな人に触れていってほしいなって感じで、まあ、正当な叩きなのか不当な叩きなのかを見ていきたいなと思ってます。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、1番です。よろしくお願いします。まず9番さんに関していろんな人に触れてほしいって言ってましたけど、僕あの9番さんしか話してないんで9番さんにしか触れられません、はい、9番さん2周目でいいですね。はい、まあ、9番さんの精査あの難しくなっちゃうんですけど、あの鈍進行とかやりたいなとか思ったり思わなかったりしてます。はい、強い盤面作るのがあの村の仕事だと思ってるんで、はい、メリットもでかいですよ。強人と人狼連携取れないし、うん、強人が浮き彫りになる可能性もあるしね。それが僕の進行論です。はい、一周目から出るやつ、僕の票いらなければ出てきてもいいっすよ。そのぐらいの覚悟を見せてくれ。出るんだったらな。2番のプレイヤーは発言してください。はい、2番です。まず9番さんから、9番さんから申し訳ないけど、なんか良かったなっていう点も、あ、ここおかしいなっていう点も、まあ、特段あの申し訳ない、拾えなかったです。はい、っていう感じなんで、もう9番さんの本当グレースケールを聞かないとっていう感じでした。1番さんに関しては、うーん、なんだろう、その鈍進行しようかなっていうような思考の開示だったと思うんだけど、まあ、そこまでメリットを話せるんであれば鈍進行しましょう、鈍進行で行きましょうって強く提示をしてもよかったかなとは思ったぐらいです。はい、って感じなんですけどで話終わっちゃうんですけど、まあ、独断91に関しても申し訳ないけど差異はつけられないかなっていう感じのレベルです。はい、って感じです。申し訳ない。以上。3番のプレイヤーは発言してください。まあ、無理やり作用をつけてもね、しょうがないと思うんですけどね。で、9番さんに関しては、あの9番さん自身の思考開示であり、で9番さんが2周目になってあの、自分の言ったことを遂行できるかと、あの2周目のみんな発言聞いてからグレースケールかどうかっていうので、9番さん自身のみんなが9番さんの評価っていうのが変わってくるというふうに思ってます。で、1番さんに関してなんだけど、俺1番さんがすごい中途半端だなっていうふうに思ってたんですよね。鈍進行が強い、まあ、理由も説明してたけど、そのメリットっていうのをみんな自身が分かるように説明をしてほしい。まあ強人と人狼が連携が取れないっていうのはあるかもしれないけど、あのやりたいのかやりたくないのか、強いとは言ってたけど、うん、でメリットデメリットっていうのは説明不足かなっていうふうに思ってます。で、そういうのは1番さんに進めるんであれば、9番さんがに負担かけるとか言ってたけども、全然9番さん時間もあるし、9番さんが温度を取ればいいというふうに思ってます。以上。4番のプレイヤーは発言してください。ああ、やべ、間違って追加しちゃった。俺3釣りたいかなって思ってますね。まず、9番に対しての評価が2周目1でいいのに、なんか、めちゃくちゃそこに触れる時間が長かったのと、別に1の中途半端っていうのはわかるけど、別にそれが1の人外要素になるかって言ったら別にならないと思うんだよね。結果、鈍進行のメリットがあるから、鈍進行しましょうって言ってるわけだから、別になんかそこまでして、なんか1番がおかしいって要素にならないと思うから、2番の便乗で1番釣りをする3番が俺は現状釣り位置かなって思ってますね。9番の触れ方からも。なんか9番に触れる時間やたらと長いなと思ったから、2周目じゃないと思ったから、このぐらい、3釣りたいです。5番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ、9番から始まって9番は完全に2周目やと思う。これに関して、うん、黒も白もできんと思うからね、判断を、うん、1番に関して言うんであれば、まあ攻撃的っ
ていうところかな。まあだいぶ尖ってるし、発言してるなと思ったけど。で、2位に関して一つだけ突っ込んどくんやけど、1番にそれを指摘するんであれば、まあ、時間指定の方法だけよね、と思ってるから、2の1は、ちょっと不当。直感なんやけど、1番、2番に俺ね、ローメってあんまり見えてないのよ、今現在。だとした場合って、まあ、3番にも同じことが言えてて、まあ、4が3に対して指摘すること違和感なかったから、県庁どうしても釣り位置上げろってやれたら3番になるっていうレベルかな。あとはもう2周目やと思ってる。6番のプレイヤーは発言してください。5番さん途中まで良かったんだけど、1と2にローメが感じない理由がないから、まあ、その点が引っかかるんですかね。俺2と3が引っかかってて、単純に1番への指摘が両方変だと思ってて、別に同進行したいって言ってたし、まあ、したいなって言ったから、その気持ちが弱いとかそれ別に要素にならないと思っててね、俺は普通に。そもそも1番さんの発言から、これ乗らない、まあ、役職については僕、芯切りますよまで言ってるわけじゃないですか。まあ、僕の票はいらないという手で出てくださいって言うから、普通に意思感じましたけどね。聞いてる感じでは。だってその出方の、まあ、僕の進行に乗らない以上は僕の票がいらないんですよね。僕の中身が何かわからないけどねって話やってるから。1番が普通に同進行したい人間っていうのは1周目の発言に伝わってるから、2番と3番が1番に当ててる視点が結構違和感でした、僕は。はい。で、5番については2番とかの指摘、1指摘が悪いとか言ってるのは良かったんだけど、1と2に狼要素を感じないって言ってる理由がないから違和感って感じです。はい。7番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。俺は3番さんの1指摘は普通に真っ当だと思いますけどね。1番さんっていうのは、ドン進行やってもやらなくてもいいっていう発言をしているんで、結構中途半端な発言ではあったと思いますよ。で、1番さんは、まあ、ドン進行やりたい人物なんだろうけど、なんかその言い切れてない感じっていうのは結構俺感じましたから、3番さんの、その1番さんに感じた視点って俺良かったと思うんですよね。だからそこを4番さん、5番さんが殴ってるの違和感だったんですよ。で、6番さんが、3番さんにそんなに違和感ありましたかって俺普通に思いましたけど。なんか今現状怪しいなと思ってね、4、5、6の中ですかね。俺3番さん普通に良かったと思いますけどね。以上ですかね。8番のプレイヤーは7番さんが視点が一番いいね。1、6ローロだと思う。1、6ローロの理由で言うと、まあ1番さんのその同進行の提唱はいいんだけど、その占い内の透かす行為がムラリがない。狂人人狼が1に白を打つような発言してるが、逆に人狼でわざと言ってる可能性がある。しねっとね。しねっと占いないの透かして、狂人から白もらいたいんかなって思うから、1番さんがかなり黒くて、で、4番さんからまあ3釣りをしては別にいいんだけど、ずっと便乗なんだよね。4、5、6って6まで便乗して、7番さんが便乗してないのが印象がすごく良くて、6番さんが便乗して3も、釣りをしてて1かばってるのが、まあ、6番が人狼で2周目で1白打つ素敵ちゃん6、1ローロにかなり見える。9番のプレイヤーは発言してください、はい、お願いします。はい、占い出ましょうか。占い2白、おー 3C をちょっと追加しますね。5番さんが三四郎。違う。5番さんが2白で、6番さんが7白。で、8番さんが3白。2白。難しいな。占い。盤面整理してくださいって言った自分がしっかりできてない。8番さんが3白で、どうだろうな。いや、でも、一番さんね、まあ、霊能で一角したけど、まあ、人外はないなってふうに思ってました。はい。むしろ、一番さんの発言っていうのは人外に対する圧掛けかなっていうふうに思ってたので、うん。一番さんが人外の時は多分ね、人外の占い師って出てくると思うんだけど、一番さん村だから多分人外に圧掛けしたんだろうなっていうふうに思いましたね。だから、まあ、2番さん、3番さんがね、まあ、村だった場合って言ってることはわかるんだけど、
そうだな、なんか、まあ、4、5、6、ともに、便乗位置ではあったけど、なんか4番さんが、その3番さんの1への指摘が、なんか、狼要素になり得ないって言うなら、なんか、5番さんも、それ、4番さんの指摘、狼はならないなっていうふうに思うんだけどね、3番さんに対する。ちょっと難しいなってところです。まあ、2周目聞いてみないと よくわからないですね、占い師は、占い師視点での。はい。現状、グレーで気になってるのは、まあ、でも全員気になってますよ。まあ、1番のプレイヤーは発言してください。全員気になってるんかい。あ、占い師ローラーね、占い師ローラー。まあなんか、8番に一本して食らわされたんで、俺の票は8番に行くけど、みんな好きなところ行ってくださいって感じ。俺は感情票で8に入れます。今のところね。まあ3人の話聞いて変わるかもしんないけど。あ、騎士は潜伏でいいっすよ。はい。配置から詰めないんで、今日は占い師ローラで行きましょう。このゲーム、俺様が進行を取る。占い師の発言、みんな、しかと聞くように。2番のプレイヤーは発言してください。あれ？聞こえてますか？聞こえてませんか？聞こえてますか？あ、了解です。了解です。その1番さんがその8に感情釣りって占い師の精査をする気があるのかなって思ったところが1点と、鈍進行を唱えながらも騎士は透かすんだなって思ったところに違和感でした。6番さんに関してアンサーするんだけど、1番さんはなんか圧かけをしていたのかもしれないが、明確に鈍進行でいきましょうって、俺は言い切ってないと思ってるから、そこに関して違和感だったなと思っているし、はい、思っているし、6が、その、なんていう、5が2、3に関して狼っぽくないって言ってる要素を上げているんだったら、もうちょっと明確に釣り押してほしかったな、5番か2、3。そこに関してあやふやだったところは6番さんが偽っぽいなと思って話を聞いていました。はい、5番さん2周目聞きたいなと思っていて、ただ5番さんがあんま人外っぽく見えなかったなと思ったのは、 1、2、3に対してそんなに戦う気を見せていないところ、まあ、評価集っていうに関してもその動きを取った時に6、7、8、9からぶったたかれるような様子発言をしてたから、5番さんがあんまり狼っぽくないなって思ったかな、はい、ぐらいです。行くんであれば6番さんから行こうかな。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。ん？なんで6番さんから？それがよく分かんなかったですね。俺グレーの中で一番白いなと思う、白いというか印象がいいなと思ってるのは7番さんなんだよね。初めて7番さんで自分の発言っていうのを汲み取ってくれた人物、はい。で、あと聞こえる聞こえないんだけども、こんだけ役、自称役が出てるんだから、役の人だけでやった方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、そうだな、4番さんに関してなんだけど、俺9番さんに触れたのって15秒なんですよ。15秒で9番さんに対して触れすぎて2周目でいいじゃないかではなくて912なんですよ、俺の前って。だから9番さんに触れる時間があっても別に良くないっていうふうに思ってますね。2周目で片付けるのもありだし、多少9番さんに対してこういう発言だったよね、これはどうなんだろうっていう発言っていうのは全然いいと思ってるんで、4番さんが僕に対して9番さんに触れすぎとか、2番さんの便乗だっていうのはかなり不当だなっていうふうに思ってるんで、ラスウルっていうのは俺は4番さんかなと思ってます。まあ、ほぼほぼ票は変えないかなというふうに思ってるかな、4番さんの思考転換有無がない限り。で、それに対して4番さん、俺は4番さんがおかしいと思ってて、5番さんは4番さんへの便乗で3番さん、3番のことを釣り、教えてるのか、俺はそれが理由がなってないなっていうふうに思ってるね。ただ、2周目で5、6、8っていう発言がある中で、発言を聞いてから明確に決めようかなと思ってるんで、ただ7番さんに白出してる6番さん、まあ発言ではね、俺発言だけで言うと8番さんが一番印象いいんだけど、ちゃんと聞いて精査しようかなっていうふうに思ってます。4番さんと思考がほぼほぼ同じだった5番さんの1番2攻めでは見ているってことですね。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。3番さん15秒って言ったけど、俺見てたんだよ、ちゃんと。30秒だったんだよね。残り出すと30秒会話のところで9番からの発言が外れたから、だからこそ3番さんで9番に触れすぎかなって俺思ったの。あくまで2周目1でいいじゃん。そんな触れる必要はないなと思ったの。1のおかしいとかあるんだったら、村人目線ってまずおかしいところからあげない、だからそういう視点がある変かなって思ったんだよ。
まあ、なんでそんなに4番ロックしてんのかわかんないけど、俺に指摘されたから殴り返しで3番差が言ってるようにも、俺視点は申し訳ないけど聞こえちゃうよ。その思考って。じゃあ4番と繋がる位置が、あの、5、6、8、どこだったのかっていうところまで言うべきじゃない ?4、8見えないし、4、6ローローぐらいじゃない？ 5 番って強靭っぽくない？釣られそうな位置に白打ってるから、5番って2白だよね。2番って怪しまれてる位置、7番って6、7、6番って7番で白打ち、8番って3番に白打ちでしょ。そしたら2番、3番って釣られそうな位置だから、ローメがあるのって6番しかないんじゃないの ?3 視点でって思うけどね。まあ現状、発言は聞くけど、5、6、8だったら俺は筋が通ってないの5番だと思うね。あの、やっぱり6番が指摘したみたいに、1番、2番に対しての白要素ってあの段階でないし、あって3番が釣り位置ってなんか人狼探す視点じゃなかったと思うから、5は俺はあんまり芯を追ってなくて、6か8に芯がいるんじゃないかなと思っていて、どうだろう、グレーではなんか9番さんは2周目もなんか考察パッとしないから、どういう視点だったのか聞いてみたかったなっていうのは俺はあるかなって思った。はい、どうしてるんです。自分は5番のプレイヤーは発言してください。うん、まあ言われた分聞いてる限り4番の精査は真っ当じゃない、叩かれてるけど、うん、だって俺視点って、うん、どうしても釣り位置を上げろってなった場合 の1周目段階での釣り位置って3番になるわけよ。うん、で全体的にほとんど、聞き漏らしてる部分があんねんけど、1番、2番に関して、ローメが なさそうって言ったのは、あくまで俺の直感って言ってるよね。うん、だって1番ってあんだけ攻撃的なことやって、あの票が集まりそうな行動取ってるのに、うん、それをローでやってるって考える方が多分難しいと思ってるのに、確率だけで言ったら低いと思っていたから1番ってローメがないんじゃないか。2番に関しては岩友がな自身が2番に白が刺さっているからなんだよね。うん。それをさ、あの1周目段階で、口にできるの、特に2番に関して。1番に関しては、まあ言ってるけどね、これも。うん。っていうところ、このこじつけに関して、すべて悪意的解釈にしてるのが6番、8番、うん、3番やと思ってるのね、これは。うん、だから、いまだにというか、2周目になって、より3番がおかしくなったなと思ってるのね。うん、だって、4番ラストって見方ってなくない？うん。4番が言うように、9番に関しても、俺そこまで白く言えるかって言ったらそうじゃなかった。そもそも俺1周目段階において、あんまり強い陣外地がないから言ってるだけなんだけど。だからそこに関して、釣りに来ようとしてる強人っていう見方自体は、俺多分4番は正しいと思うよね。俺はそれ以上強くは言えんかったし。かなぁ。6、8で言ったら打ち明け分からんよ、はっきり言って。この位置、後半位置やから。俺からしたら。どっちかや。6番のプレイヤーは発言してください。まあ、グレー位置で違和感だったのは2番と4番です。まあ、5番と8番の打ち明け、強炉どっちかは分かんないんですけど、まず4番に思った要素は3番さんにめちゃくちゃ疑念心持ってたんですよね。3番さんがまず俺に殴ってきてる要素が分からない、3番さんがどういう目線なのか分からないって言いつつ、4番さんって8番に全く視点が伸びなかったことね。グレーの狼位置、これ1人じゃないですか、占いさん仕様だからってなった時に、4番さん視点で3番に違和感そこまで持ってて、占い師で5番さんに入れるって発言が4番さんのスケール上で3番疑ってる中で出るのかなと思ってる。これがまず一つで、2についてはなんか5番は1、2、3って言ったけど3番そもそも含めてないよね。1と2が狼っぽくないって発言を落としてて、処刑するなら3番っていう位置に言ってる5番に対して、1、2、3戦う気がないから5番さんが人外っぽく見えていないって発言、まあこれがおかしくて、さらに俺の偽要素が5番が1、2に狼要素拾ってないっていうところを殴りきれていないが、俺は殴ったからね。俺そもそも2と3が気になるっていう人間で、2番と3番が引っかかってるって発言をしました。で、5番がその点について、なぜか1番と2番。まあ1番は別に俺一瞬目引っかかってなかったんだけど、白いとは思ってなかったから、1と2に対して狼要素を感じないって普通に違和感に感じるくないですか。で、そこに対して指摘は入れてるから、2番がなぜ5番が叩かなかったことは5番の新要素になって、6番が5番が叩かなかったことは新要素になって、6番が叩かなかったことは6番の偽要素になるか意味不明だから、5番と2番の陣のとこめちゃくちゃ濃く見えます。4番は単体気になってるんだけど、4番で相方位置がちょっと見えないんだよね。なんでかっていうと、まず4番が5釣り押しで、8番が3番に白結果を打ってることが、4番の相方位置が8と
5には見にくいけど、発言では気になってる、スケール上の相方ね。9番はまだ要素が拾えてないって感じで、3番の2周目はね、結構良かった。その7に白を出してる6番さんの発言を、その一番白いと思って1に白出してるからっていう点で聞こうとしてる点は、まあ、結構村っぽいなと思いました。7番のプレイヤーは発言してください。よろしくお願いします。まあ、占い審議に関してなんですけど、今現状一番やっぱ8番さんの方が俺は視点が合ってたんで、8番さんの方が真かなと思っていて、一番真がないかなと思っているのは俺5番さんですかね。5番さんの発言、さっきの発言で引っかかるところがあってまず 1,2 のロー要素がない要素に関して5番さんが2番さんの白を持っているのであれば、俺はその2番さんを入れるのかなって単純に疑問で思いました。で、5番さんっていうのは明確に釣りたい位置がなかったから3番さんを釣りをしたっていう発言をしてるんですよね。5番さんって単純に怪しい位置がなかったのであれば、4番さんっていうのは3番さん叩いているので叩いているのだから、怪しい位置って俺4番さんになると思うんですよね、5番さん目線って。俺はそう感じました、5番さんの考察を聞いて。なので5番さんのシーンが一番ないのかなと思いました。で、グレー位置で怪しいのはやっぱり4番さんで、時点で9番さんなんですよね。9番さんのそのまあ視点が伸びなかったっていうのもあるんですけど、なんか一つ気になると、ちょっと待ってください、ごめんなさい、電話かかってきました。あれ何言ってたっけ。ありがとう。あ、ダメだ、忘れた。8番、自分は5番強靭の6番ローだと思ってて、まあその理由は、まず占い三仕様って強靭って、強靭ってね、やっぱ一番怪しいところに白を打つし、人狼ってやっぱ評価収するから白いところに白を打つんだよね。自分は三白持ってて、三白持ってて、まず4番さんが三釣りをし、5番が三釣りをし、6番も三釣りをし、で、7番さんだけ便乗せず3を釣り寄せてないから、俺目線7番さんが一番印象良かった。便乗してた6番さんがめちゃくちゃ黒かったのね。なんで、この白いところに白打ちって人狼目だから6ローの5強だと思ってて、まあ5番さん目線2番さんが怪しいと思って多分白を打った5強6ローだと思ってて、まあ6番さんが狼の時に釣り寄せたんで2、6が見えない。ってなると、まあ4番さんか9番さんなんだけど、6番さんがあんまり9番に触れてないんで、結構6、9、ローローって俺あるんじゃないかなと思ってる。で、2番さんが心象いいのは、あそこ、霊能がもう8に投票しますって言ってるなら、やっぱ便乗すればいいと思うよね。そこに便乗せずに自分以外から投票するっていうのは心象良かったから、2番のローってないんじゃないかなと。俺は9番さんだと思うけど、まあその位置ちょっと2周目考察伸びないのはわかるけど、まあ、しっかりどこに投票するって言えてなかったから、俺は狼から釣りたいんで、俺は6番さん釣りがいいかな。で、狩人は8声してほしい。8声ね。俺は6、9ローローだと思ってる。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。あ、クリさん、ギフトありがとう。五番のプレイヤーは発言してください。メンバーシップギフトってなんだろう。出する位置、現状この2周もあった時点で3番か7番かなと思ってて、うん、3番に関してはもう、うん、割愛します。うん、てかまあそもそも3番から2番に対して部分って俺は違和感に思った。2番3番っていうのが2番強靭3番ローっていうのはあり得ると思っていたからこその発言とだけ言っとけね。7番に関して言うんであればだとした場合ってその部分で2番に関しての疲労要素を挙げられるのは別に5番が占いやからだよね。だったらその場合って、ヤクスケっていう意味合いでの5番っていう怪しみ方だったらどうにかなるとしたって、俺はそもそも1番に関しては直感って最初から言ってるわけよね。うん。
ここに関して要素にならないっていうんだったらともかくとして、そこを無理やり押しすぎかなっていうのが見えるから7番ってワンチャンあるぎるなと思っているだけ、うん、6番投票したのも結局8番に投票は届かなそうやな、だとした場合って6番に行くだけっていうだけかな、うん、あのどうこうって言うんだったらともかくとしてね、うん、そもそも俺が死んだから、うん、あの釣られるわけにいかないだけ、6番8番に関しての打ち明けが分からんっていうのは事実、後半位置っていう部分もあるし、どっちが今日どっちがろうっていうのが見定められてないだけかなと思っていて、7番がロー付き軸で見たときって普通に8番6番どっちともつながりうるから俺困ってるだけ、3番であったらどっちかっていうと、うん、まあ6よりは8かなっていうレベルになるベストとかあるんだかな、現状それだけなんよ。俺3番の2周目全然俺黒い、あの白いと思ってもないし、てかむしろ黒くなったと思ってるし、うん、だとした場合こじつけで見る場合の、うーん7番の5番への指摘の向け方っていうんだったら8番の方が極端な視点向いてないと思ってるから、うん、だから違和感ないよ。6番のプレイヤーは、あと今の8番の発言聞くとワンチャンだけど28とかあるかな。なんか俺のことめちゃくちゃ無理に釣りに来てないですか。そもそもグレーで一番偽って言われてるの、グレーってか、まあグレーから偽って言われてる人間が5番さんですよね。8番がそれで個室に6番を釣りに行こうとしてる構図が俺目線で8番と2番の人狼では6番のシーン透けてる可能性あるなと思うけど、まあただ4番も入れてきたけど、4番はまあ多分3番に殴り返しかしてないけど、多分4番さんも殴り返ししかできない人なのかな。4番さん普通に3番さんにめちゃくちゃ言及した後にグラナイの投票値5番って普通におかしいですからね。まあ9番も様子落ちないけど、まあ9番はね投票筋から見ると俺目線あんま黒く見えんだけど、多分2か4どっちかにいると思ってて、んーどうなんだろう、多分8にか、まあ、8強で5狼っぽいと見て俺に投票してる来てる可能性もあるんだけど、3番ってめちゃくちゃ減って溜まったからね。8番がだからその3番に白を打ったっていう可能性もあるんですけど、ただ8番がわざわざまあでもこれあれか、合わせてるから分かんないんだけど、でも多分これ俺の新好きか、5番狼見えてる、狼見えてると思って8強人か、それか2番と8番で5番さんの強人が見えているから6番に投票合わせれてるパターンだと思いますけどね。めちゃくちゃ違和感だったけど、8番の俺の無理やりな釣り誘導、俺が狼だと思うからって言ってるけど、俺の狼要素が7番さんに白を打っていることっていうけど、そもそも6番と7番の狼パターンだった時ってこのドン進行において占い師に白を指すのが一番、弱い盤面になるから、その囲いとか追わないじゃん、俺狼軸で7番が白でしか見てないんだから。あーそれでね、多分8番の方が狼っぽいから7番の白助っぽいから、だから多分俺の方で8番と2番の人狼の5番強人だと思うけど、この俺の投票の釣り先の合わせ方から、あと8番の無理やりに5番ではなく6番を釣りたい構図からね、はい、俺はそう思ってます。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。5番のプレイヤーが選ばれました。5番のプレイヤーは発言してください。おーおー、ほぼ票が変わっとらんな。そもそも3番に関して言うんやけれども、熱像もええとこで、別段俺はあの大きくあの黒要素が上がるところが1周目段階でなかったから、うん、だとした場合っていうんで説明なしに3番になっているだけ。ここに関してあの3番ロー基軸で話していることではなかったと思っているから、突っ込み方がまず間違いなんだよ。そこを過剰に取ってる部分で3番が黒っぽいなと思っているのね。で、7番に関しても、じゃあそうなった時に突っ込む方向性が違うと思っていて、うん、2周目段階の5番のスケールっていうのを聞いた上でまだそれを言うんやなと思っていたから、7番のスケールの違いっていうのが気になっている。ありがとう、うん、7番に関してはどちらともつながりうると思っているからね、うん、で、あの5位1やけど8番なんか守らんでいいよ、うん、鉄板で1な、俺の色って重要やろだとした場合って、うん、俺芯なんやからさ、黒であのどうこうってなると思ってるだとした場合って、絶対釣り切ってもらうために俺は白結果を残してもらいたいね。これだったね、しょうがない。これは
っていうところ、9に関して俺はもうほぼ消去法での、うん、白1かなと思ってるだけなんよね。3番7番が異常やと思っているから、4番に関しては別段違和感がなかったレベルなんよね。だから1周目段階に置いて4番3番であえて選ぶんであれば3番かなレベルであって、うん、大して変わってないもん。で1番2番に関しての部分っていうのがロー要素取れないから続きがないっていうだけの話だったからね。934全員2周目段階やったけれどもね、うん、3番が過剰すぎる。1番硬いのが3番かなと思ってるんで。夜が来ました。目を閉じてください。1かもうか。1ですよね。1かんで9クロ打つね。ああ、わかりました。じゃあ多分俺6シーンで追うかもしれないですけど、いいですかそれで。ああ、全然いい、全然いい。でもさ、9噛めば ?9 噛んだら8の偽がわかるし、6のシーン上がるよ。次ですか？2グッチョ、いや、最終日。9、2グッチョもセーブ、9噛みね。はい。ジャージだけど。昨夜は誰も死にませんでした。一番のプレイヤーは発言してください。ください9黒2黒5番白。俺は6番についてきます。はい、5番狂人28郎しっくりきました。はい、さあ騎士の方、スムラの方、ツーグッチョブ狙ってくださいよ。ガチで、うん、ガチでこれ狂人でよく狂人連れてるからね。あとは8番と2番の狼を釣るだけなんだのイージーゲームなんだけど、8番視点は96ロー、8番視点は96ロー。だって8番さんの、わあコインがない。2番のプレイヤーは発言してください。1番さん、そこまでなんだろう、はい、思考ロックしたらあかんよと思ってます。6番さんに言うんですが、6番さんから見て、その2から6に対して言ったことっていうのは、叩ききれてないじゃなくて、釣り押し切れていないっていうことなんで、そこは若干熱動だったかなと思ってるところと、ぐらいかな。だから、まあ、そんぐらいです。6は明確に未成です。はい。って感じかな。3、4番さんに関して、3から見た時の4の殴りは、まあ、不当かなとは思って、はい、聞いていたかなと思っていて、4が3に対して9に30秒遅れているから3が、狼なんだっていう論はあんま成り立っていないかなと思っていました。はい、って感じかな。7番さんに関してはその5番さんに対する指摘で1、2の2が白が出ている状況で1、2を含めているところに関して違和感で5が偽だっている要素はあんまり偽要素としては足りてないかなと思っていました。はい、8が9に黒を打ってますが9の黒要素とも拾えてないから9番さんの1周目を聞きたいなと思っています。7番さんに良かったなと思ったのはしっかり9番さんという隠れているところに関してしっかり指摘を入れられているところに関しては7番さんの印象良かったなと思っています。はい、まあ、そんな感じです。6いってください。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。私は釣り切れます。で、4番さんに対してなんだけど、叩き返しではなくてそもそも俺最初に9番さん最初に触れてないよね。2番さんから最初に触れてんのよ。だから仮に30秒まで触れて9番さんに触れたっていう発言がそもそも嘘なのよ。
そもそも俺最初に2番さんに対して触れてるから、はい、でそれが4番さんの嘘要素で、それに対してあと、それは最初の方に言ったかで、それで5番さんに対してなんだけど、俺5番さんが白で落ちたから分かんなくなったんだけど、5番さん絶対偽だと思ってた理由があって、俺は5番さんに対してそこまで触れてないの。4番さんに対して俺を触れてて、で4番さんを白弾きする5番さんが分からないって発言しかしてないから、はい、で4番さんはそれは嘘ですので、やめてくださいって感じです。僕叩き返しではないんですよ、4番さんに対して。でまだ言うかと思ってたんですけど、でそうですね、まあ、1番さんは5番さんが白結果強靭起きしてましたけど、俺は4番さんが今でも黒だと思ってるんです。それが把握漏れとか、把握漏れレベルじゃないと思うんですよね。9番さんに30秒まで触れてたっていうのが、俺そもそも2番さんに最初触れてるし、しかも一番怪しい位置に触れるのが村じゃないかって言ってたけど、俺は最初に怪しい位置だったり賛同できる位置っていうのを触れるのが普通だと思ってるから、最初2番さん触れても全然おかしくないかなというふうに思ってます。はい、そうだな、急にで迷うっていうところではなくて、急に2番さんに黒を打ってるところをっていう感じが俺はあんまり死に見えないなと思ってるんで、6、8は絶対釣り切ります。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。切って5に投票してんじゃないの。3番さんは俺は5の真じゃないと思ってるよ。で8真だと思っていて、6偽だと思ってるよ。だってあの段階で釣り1って2番3番だったから、6視点で2番か4番ってなる視点を聞くね。8ローだった時に釣り1に上がってる2番が、いや3番に白を打って2番8番でやってるように俺は少なくとも見えなかったし、じゃあ8-4ローローかって言ったら、4番って3番釣りをしてて8番が3番白を打つメリットは何って思うから、それよりもだから8番が上げた6視点で9番に触れてない要素、9番がおかしくならない要素、触れてないところが違和感じゃないっていうの方が俺は自然だったと思うから、俺は8進5強6ローだと思って6に投票してんだけどね。いやー、俺は6-9だと思うけどね。8進にしか見えないけど、自主点は。2-8ロー5強よりも、2-8ロー5強、あんま見えねえけどな、俺は。申し訳ないけど。だから、ちなみに絶対これ考察落としていた方がいいね。5は芯切れるのね、俺は。だからラスルフってもう2-9どっちかでしかないのね。だから3番さんは、まあ俺の殴りが不当だったのかもしれない。一回その盤面を整理できないのかなって思ってるけど。6番のプレイヤーは発言してください。荒井しか出てこないけど、なんか、いや多分負けるかもしれないけど、なんかまあ俺の考察が完璧であったことと、まあ多分実力の違い、まあなんかそもそも言っとくと、4番さんって視点更新しないタイプの人ですか。1周目怪しいと思ったのが2と3で5番って言ってる俺が2周目4番疑ったら変なんですか。4番さんの発言がここ変だよって3番見たじゃん。3番に対して殴り返ししかしてないっていう目線持ちながら、4番って占い師5番と8番で5番に行くって意味不明やから。だってグレー1で3番怪しんでんだから、4番ってこっちからしたら意味不明ですよって発言を落としていてね。2については叩き切れてない、釣ろうとしてないって言うけど、俺普通に怪しいって言ってるからね。言葉の使い方じゃん。俺は釣るとほぼ同義だから、俺から言わせてもらうと。だからその点で6番が叩き切れてないことは6番の偽予想になっているのに、5番さんが 1-2-3 勝手に3番まで含めてるしね。5番は 1-2 しかやってないのに、2番ってネットとして 1-2-3 と戦う姿勢がないから5番がって言ってるけど、そもそも5番は3番をこの中だったら釣りたいって発言をしてるのに、2番さんってなぜか5番が3番と戦わないっていう目線になってるのね。これがめちゃくちゃおかしいから、俺は1周目、昨日の1周目時点で5番と2番の人狼があるんじゃないかっていう発言をしたのね。8番と2番の人狼あの時点で見にくいから。ただ昨日の投票の流れ見てみ、なんで8が6釣りたいのってなりません、客観視の時。だって自分が釣られなんか基本的に良くないですか。村目線で見たときって、5、6、8で6か8どちらかに芯がいる可能性が高いって言われてるんですよ、基本的に。だってみんな5番さんの方が偽だって言ってんだから。なのになんで8番が5番ではなく6番に行きたいんですか。意味わかんなくないですか。
だから俺目線で8番と2番の人狼だから6番のシーン透けてんじゃないかって考察ね。まあ当たってたから。7番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。現状6級って見えにくくないですか？俺6番さんって昨日9番さんをツリー位置に上げてたっていうか黒い位置に上げてたと思うんですよね。だからあんまり6級狼で俺あんまり見てないんですけど、だから俺現状28狼5狂人なのかなと思っていて、5番さんのシーン俺完全に切っていて、5番さんっていうのは1周目3番さんの黒要素って別になかったって言ってるんですよね、自分で。なのに3番さん叩いてるんだから3番さんの視点って絶対5番さんに行きますよ。まあ4番さんに行って5番さんに行ってましたよね、3番さんって。なのに5番さんってその発言を聞いてもまだ3番さんに行きたがってる5番さんのシーンって俺 100% 切れると思ったんで5番さん行きました、ね、なので6、8のどっちかシーンだとは思うんですけど、現状6、9狼が見えてないことから俺は2、8狼なのかなって現状って言いますね。なので今日俺8番さんから行きます。かな、もうそれ以上言うことないかな。だから次2番さんがまだ生きてるのであれば2番さんのちょっと白要素っていうか28がない要素とかも置けてほしいかなってちょっと今思ってますね。現状6、9が一切見えてないです。以上です。8番のプレイヤーは昨日は6番さん、まずよく聞いてほしいんだけど、ドン進行の強みって、まず狂人がどこに白を打つかを考えてほしいんだよね。で、人狼ってやっぱみんなから白目って言われてるところにやっぱ白を打つわけ。で、俺3白持ってたんだよね。3白持ってて4番さんから3釣りをし始まって、4、5、6って、3釣りをし、7番さんだけ3を釣りを押さなかったのが心象良かった。だから最白1、7ね、そこに白を打ってる6番がやっぱ人狼目で、これね、6級のラインがあるのをちょっとしっかりみんな見てほしいんだけど、投票見てほしいんだけど、9番さんって徹底的に5に入れてるのね、徹底的に5に入れてるのと、6番さんの1周目の釣り位置、2、3ね、で怪しむ位置も2、4ね、もう9番に徹底的に触れてないのね。で、あとね、この6級のロジックがもう一点あるのを言うから説明してね。自分の白先の3番さんの初日の釣り位置どこだった？ 3 番さんの釣り位置9ね。3番さん9を1本で釣りをして、4番さんがそこを、まず3を怪しいんだよね。そこでなんで9を怪しむのと。で4番が3釣りをし、5が3釣りをし、6番が3釣りをし、なぜ6番が3を怪しいんだかっていうと、3番さんが9を怪しんでるから。そこで6、9のラインがあるのも分かってほしい。あと、6番さんは、3番さんに、急になんで怪しまなくなったの？そこおかしいよね。1周目、2、3怪しんでて、3を怪しまなかったのがおかしいよね。あと、その2、8ロロって言ってるけど、狂人が初日の1周目から囲える確率って、ある？ないよね。それが2、8がない要素ね。これで完璧じゃない？ 9 番。のプレイヤーは発言してください。まあ28ロール7も確定ですね。5番さん狂人、5番さんに行くの5番さんが一番芯ないから、これは誰かが言ってましたけど、2番さん白持ってるのに 1番さん2番さんにロメはないっていう必要はない。2番さん含める必要はない。3番さんは僕のことを釣りをしちゃなかったと思います。3番さんは9番さんはあくまでも2周目だって言ってる人物だったから、うん。それに対して4番さんは3番さんが9番さんに対して触れすぎてる、まあ、30秒間触れているっていう発言だった。なんかこの村結構弱いなってふうに思ってて、うん、なんか村同士で叩き合ってる。4番さんは 村ですよ、もう人狼出てるんですから、うん、3番さん4番さん目線って6、9もしくは2、8で、まあ追加しますね。8番さん自信満々に言ってますけど、あなた破綻してますよ。僕カリウドですよ2、8ローローですよ。8番さん出るなって、4番さん出るなって、あー回してんだから。俺が人狼でわざわざ露出する必要ないでしょ、うん。僕が人狼でわざわざ狩りを出る必要ない。あー回してるんだよ。まあそれ意図汲み取ってください、4番さん、うん、意図汲み取ってくださいね、うん。
あ、ありがとう。うん。まあ、これで、まあ、大丈夫だと思います。8番さんいきますね。うん。僕はスラしてますよ、ちゃんと。はい。3、4が出るなら、ちゃんとスラします。はい。僕はアーマーしたかっただけですね。はい。8番さんいきますね。うん。それしか言うことないです。まあ、6番さん圧倒的に死んですよ。合ってます。うん。で、1番さんも、8位行きたいって言ってるから。うん。8で落ちる。うん。8しかない。うん。村は8行くべき。以上。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。ガレード一号。6番のプレイヤーは発言してください。なんでそんないらんことした ?9 番。もうこれ絶対勝てないと思うよ。なんで9番さんって客観視で自分が白だと思ってんの?村目線って6番、9番の人狼か2番、8番の人狼かって悩んでるところで僕がキシアーマーしましたなんか通るわけないじゃん。それ本気でやってんすか?村さん。もうやばすぎなんだけど、もう絶対勝てないわ。なんか28の否定要素になってないから、それ。5番が巨人でたまたま囲われている可能性なんかあるんだから。だからそれって、たまに囲えるわけなくないって、それ要素になってなくない?みんな、巨人が初日に囲ったの見たことないのって思うし。いや、なんかもう9番のムーブで無理なんだけど、普通に俺。いや俺は真面目にやって、なんか二の黒を見つけたのに、9番の村がそんなに意味わからんことして、そら、俺票になるでしょ、こんな。6級に見えるだろ、意味不明。2グッジョブ狙ったら勝ち確だったのに、マジで。うん。いや、本当に悩ました。なんか、いや、それを本気で強いと思ってやってんのか、なんかもう勝てると思ってふざけてやったのか知らないけど、最後まで気に入っちゃダメだからね。6級追ってる人いるんだから、実際。実際4番がいるんだから。1番とか噛まれるんだから、28しっくりくるとか言ってるけど。どうせこういうの合ってる人が噛まれていくんだから、普通に考えて。ちゃんとやってほしかったけど。なんかこんだけ真面目に考察してさ、他の人に壊されるの本当につまんないね。いやー、この、9番さんの人狼の狩人あぶり出しを見て、俺に投票するっていうのはちょっと、どんなものかなと思うけど、まあちょっとね、1番さんからのちょっとヘイトを買ったのが、痛手なんだけど、まず自分占い師引いてる以上は、やっぱ占いないのスカス行為ってやっぱムラリないし、狂人人狼が1に白を打ってくるんだよね。だそこを叩いとかないと、叩いたことによって白打てなかった。俺の発言でもこれ1白打つのやめたんだと思うよ、5番、6番って。で、一応ロジック説明したよね。3番さんが9番をかなり叩いてた。で、そこで6番さんが3釣りをし、そこの6、9ラインがしっかりあるのがわかるのと、まずね、5番狂人で2、8ロロ。狂人が一発で囲える？狂人が一発で囲えてピンポイントに芯釣りに行った。俺が6を釣りをした理由って言ったじゃん。占い 3CO って狂人は怪しいとこに白を打つ。人狼は白いとこに白を打つ。で、6番のロー。あと、便乗で3釣りをしね。4から3釣りをし、5が3釣りをし、6も3釣りをし。で、狼って便乗してヘイトが溜まりやすそうなとこ釣りをすから。そこで6のロー、5の強だから俺は強引に6を釣りをしたんだよ。だから占い3しようってね、初日人狼釣らないと結構きついのよ。狂人から釣っても意味ないんだよね。そこから6のローって俺見えたんだよ。投票見て、初日の投票、6番さんって9にほとんど触れてないのと、9番さんってずーっと5に投票してるからね。そこが9番さんのローでしょ。あとカウリオで炙りだし。ニグッチョも起きるのに。投票を始めてください。
あ、ゲーム天国さんありがとう。七七さんありがとう。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼どうなってんだこれ。次もう4回でいいですよね。あ、4だろうね、カーレード。4ですよね。うん。いや、9番さんマジでいらんことしたと思いますけどね。わからん、カーレード4でいいと思うけどね。俺も4かなと思ってますけど。朝が来ました。昨夜死んだのは1番、2番のプレイヤーは発言してください。はい、2番です。どっちが騎士なんですか？4と7そこまずはっきりしなきゃいけないんじゃないかなと思っております。はい、6番さん出現していて、6番さんがあの9番さんに対して指摘をしていましたが、28追ってる人もいるんだからって言うけど、6番さんは28なんだから、28追ってるよりか28ローローですってしっかり言い切れなかったところが6番さん出現だと思っています。はい、6に行ってほしいと思ってます。あ、お湯谷さんでした。ありがとう。4番さんが白いなと思っていて、3からあれだけ不当に叩かれてる状況下の中、28を指定し、まあ、6級あるんじゃないかっていう視点の置き方の殴り返しをしなかったところから4番さん良かったなと思っています。7番さんに関して違和感だったところは、6級ない指定の仕方がよく分かんなかったですね。そこの説明してほしいと思っています。6級がなんでないのかっていったところの目線の置き方が分からないね。なんでかって言ったら、7番さんって6番さんに対して、6って9に対してあんま触れていないよねっていう多分発言を残してたと思うんだけど、それだったら6級歩くないって7番さんに対しては思ったから、はい。どこかな。まあ、はい。キューバさんに関しては明らかおかしい行動を取っていることにしっかり気づいてほしいかなとは思っているが、騎士に関して、まあ、しっかり誰が騎士なのかって言うべきだと自身は思っています。3番のプレイヤーは発言してください。まあ、8番さん行って2番さん行きますかね。はい、まあ、9番さんが騎士をあぶり出したというのが、俺自身というのが9番さんの心象ものすごい悪いですけれども、ね、そうだな、まず2番さんに関して3番が4番に不当っていう捉えるんであれば、もう2番さんっていうのも生かしておけないかなっていうふうに思ってます。はい、うん、まあ話を聞きてない人物だし、6番さんから黒を出されてるし、6番さんは7番さん白で、7番さんは1番印象、まあ印象がいいだけど、ただあの8番さんに関してなんだけど、俺3番自身が9番さんのこと全然釣りをしてない中で、8番さんの発言で3番は9番を釣りをしたっていう発言、まあ9番さん自身も言ってたんでね、うん、そこはいいかなというふうに思ってます。で、そうだな、俺が5番さんに入れた理由ってのが、俺は4番さんのことをサイクロで見てました、その時ね。で、5番さんは4番さんを最初の置きで3番釣りっていう発言が俺は納得いかなかったので、あの突っ込んでたんですよね、それに対して。で、そうだな、まあ釣りなしになっちゃったんでね。で、2番さん自身も言ってたけど、霊能に合わせなきゃダメっていうんであれば、あの1番さんは8番さんに投票して、まあ、6番さんに変わったけども、それって分からない情報なんで、変わるか変わらないかは。
村だったら8番さんに行って票を合わせるべきだったかなというふうに思ってます。はい、今日8番さんいきます。4番のプレイヤーは発言してください。いやもう俺がずれてるだけかもしれないです。じゃあ8って2いきますか。もうこれ決め一番メニューだよな多分。あれ聞こえない、マジで聞こえてない。聞こえてる。7番さんが聞こえてないんじゃないかなと。ああ、聞こえてよかった。俺がずれてるだけかもしれないし、確かに 8番さんは3番さんは9番釣りをしてないから、それは捏造だけど。いや、俺は視点はめちゃくちゃロッキーに見えたけど、ああ俺がずれてる可能性もあるし。あっち行くか、と思ってます。あ、わかんない。あの、6、8か、9、2のランどっちか。6番のプレイヤーは発言してください。ですけど、まあ、ちなみに、アドバイスしとくと、別に決めるじゃないですよ。6と8、釣り切る縄は残ってますからね。今、7人盤面だから、あと釣り縄3本あるんで、6、8釣った後に、最終グレイチって、まあ、要は、ワングッチョブ出てたから、釣り縄が元に戻りました。だから、まあ、グッチョブ出る意味はないから、まあ、もうあれなんだけど、まあ、それだけ別にアドバイスしとくけど、ただ、まあ、8に釣り切ってくれれば終わる。まあ、そもそも2番の6の2節になってないから、2番8番追ってる人いるんだからじゃなくて、6番9番追ってる人がいるんだからねっていう話をしました。2番8番追ってる人がいるんだからねじゃないし。俺は客観視に立って話をしただけで、まず9番がいらないことしたのね。昨日の盤面だったら狩りを出す意味がゼロなのね。で、アーマーとか言ってるけど、白位置の人がアーマーするならいいんだけど、9番なんか黒位置じゃん、余裕で。だって9番って8に黒打たれてんすわ。だから、村目線って6と9の狼っていうパターンと8と2と狼、8と2の狼っていう2パターンで、どちらかを考察してる中で、9番が狩人仕様して、新狩りから見た視点って9番おかしく見えるからね、そりゃ。だから俺は9番に何やってんのって言ってるだけだから。それ俺の2節じゃないし、破綻してないですからね。なんかもうそもそも28の1節とかなくない ?8 番が無理に6番を個室に釣りに来ようとしてる構造をみんな違和感に持ってほしいですけど、みんなが8番の席に立ってし占いの時に無理やり6番釣りに行きます。そもそも噛まれ懸念をしている8番が狼から落とそうと思いますか？狼落とした時って神ルートが8番に入る可能性って極めて高くなりますけど、狂人が落ちたらまだ分かんないですよ。狂人が落ちた場合って狼目線でまだ狂人が落ちたか神が落ちたか分かんないから、変に占い画面で通さないんですよ。もうこれが明確なやつだと思うけど。はい。まあ8つって2つってください。7番のプレイヤーは発言してください。はい。俺は9番さんのその騎士使用をする前までは俺8番さんに行こうと思ってたんですよ。でも9番さんが騎士アーマーするメリットって一切なくないですか？だから俺9番さんが村にちょっと見えなくなった。だから6番さんに昨日最後行き出ました。2番さんに関して言うと3、4、7どっちかに狩人がいます。別に言う必要はないと思っています。そうですね。まあ、9番さんに言うと、なんで、騎士アーマーをその位置でしようと思ったのか、全くこれ理解できないんで、ちょっと説明を必要かなと思ってます。正直、今現状ですけど、俺はもう6番さんにしか行かないかなって。6番さんじゃない、9番さんのその行動が村には見えないです。2番さんの今日騎士どこですかっていう発言もかなり気になりはしましたけど、それ以上にやっぱり9番さんがやっぱり無駄りがないですよね、やってることって。だから俺は6番さん行きます、ね、以上です。8番のプレイヤーは発言してください。まず3番さんって9釣りをしてなかった？俺釣りをしてたの覚えてんだけど、それま、把握漏れだったらちょっと申し訳ないけど、
まあ、それだったとしてさ、じゃあ3番さんが釣られそうなところに自分が3に白打つメリットってある？ないよね。そこをちょっと考えてほしいのと、まず6番さんのロー要素って、まず、9番さんに触れてないじゃん。一切。そこから9のローって当ててるのと、初日のみんな投票見て。初日の投票を。9番さんって徹底的に5に入れてるから。でね、その28追って言ってるけどみんな28追ってて、5番の狂人が、ピンポイントで初日に囲える？ご主人を。そんな確率高い？ないよね。だから6番釣りたかった理由って、占い 3C4 の時って、狂人は怪しい位置に白を打つ。人狼は白い位置に白を打つ。だから6の方がローメだ。6番さんって便乗で自分の白先を釣りをしてる。だから俺は6番さんから釣りたかったんだよ。で、9番さんここで狩人で炙り出す行為って絶対ニグッチョブって起きないじゃん。ニグッチョブも起きるのにそこで出す意味って、もう狩人噛んで黒のリーチをも特定させようとしてるってことよ。ニグッチョブ十分起きるのに出す必要ってないじゃん。さすがにここは6番さん釣ってよ。決め打ってよ。9番のプレイヤーは発言してください。もう今ので明らかに8番さんに偽っていうのは分かったと思うんですけど。はい。占い 3CO、6番さんと8番って9と2に黒打っている。もう騎士なんて出させる必要もないし、まあ、騎士に関して言う必要もないけど、黒塗りを特定させるために狩人を出させようとしたって8番さん言ってるけど、もう黒見つかってるから、もう占い師とか関係ないというふうに思うんですけど。うん。6、9もしくは8、2で狼いるから、ぬらして。で、結構ここ厳しめだから、あ、恋ないか、7番さん優しく言いますけど、占い 3CO で、陣外が騎士で出る必要ないですか？全道万民になりますよ、7番さん。はい。意味ありますか？ないですよね。はい。普通に考えてください。全道万民になりますよ、僕が陣外で騎士出てたら。はい。8番さん言ってください。8、2ローローで終わります。以上。投票を始めてください。あいえ、オラじゃないべ。6番のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーは発言してください。なんかそれオナニープレイです。キーバーさん、ただの村目線に立ててないからそりゃ無理じゃないって思うよ。そもそも2番が5番じゃなくて6番に投与していることとかをみんな疑問に思った方がいいですよ。5番が芯ないと思ってる人って、まあ、4番はずれてるけど、4番のみずれてますけど、基本客観視で見たとき、村から見たとき5番6番の欄で6番に投票し続けてきている違和感感じた方がいいですよ。しかも2番さんのスケール言ってましたよね。2番さんって5番狂人6狂狼は結構本線ですよね。要は5番と6番の審議の中、6番もう5番を偽だと思ってる人間がなぜそこまで個室に6番釣りに行くかって話なんですよ。まあ、これ単純に感じてほしいですね。どっちでもよくない。まあ、どっちでもよくないというのは、初週の投票別にあれだけどね、偽だと思ってもいればいいけど、なぜそこまで6が偽なのかっていう、そもそも2から見た時の6の偽要素をまずみんな通ってるかっていうのを聞きたいし、あと8番がずっと言ってる、狂人が2番を囲える確率なんて、ゼロじゃない以上あるんだから、2、5、8で6番に確実に投票して、6番を釣りに来ようとしてる構造を違和感に思ってほしいと思ってますが、だがしかし、まあ、9番の行動を俺が村で見たときどう思うかって言ったら、もう絶対変だと思うから、まあ、しょうがないと思う。一定数思ってるけど、まあ、めっちゃ嫌だよね、普通に。俺は普通に俺の発言で信用取れてると思って、3番からもう取れてるし、4番はまあ間違えてるけど、7番さんも6、9よりは2、8の方が見えるって言ってるけど、要は俺の方が真だって言ってて、5番の真切ってる人間なのに、9番のこのムーブだけで9番、俺に来てるからね。
めちゃくちゃ嫌だけど、しょうがないんじゃないと思うけど、間違ってないと思うから。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は待ってください。もう行きますか。人狼は人を殺してください。まあ4巻で8つって3巻であれじゃない。そうですね、うん、安定で行った方がいいよ。逆に終われるよ、俺釣らないって言ったら。もう縄は足りてるから。わかりました。とりあえず俺釣った方がいい。朝が来ました。昨夜死んだのは4番。7番のプレイヤーは発言してください。とりあえずまだ縄は余裕あるはずなんで、俺8番さんまで一応釣り切りますね。ただ、今現状だと絶対に多分9番さんに行くと思います。9番さんの言ってる論が、やっぱ6番さんも言ってたんですけど、村支店じゃないと思うんですよ。村支店っていうのはニグッチョを起こせる状態ですよ。なのに9番さんっていうのは騎士を出したことによって、ニグッチョが少なくとも起きにくい状況を作ろうとしたんですよね、9番さんって。それって村支店ってかなり、9番さんが狼像に見えると思いますよ。僕が狼ならやらないって。いや、村でもやらないです。正直に言いますね。ただ、2番さんも2番さんでちょっと悩むところがあるんで、一応8番行って、急にの発言を一応ちゃんと聞いてから、一応決めようかなと思ってますけど、現状俺は9番さんに行くと思ってます。2番さんに関しては昨日、347で騎士を炙り出そうとする必要はなかったですよ。もう347どっちかに騎士がいるっていう、その発言でよかったです。2番さんに関してはそのぐらいかな。9番さんに関しては、まあ、騎士アーマー村にないから、普通に9番狼だと思うっていうぐらい。だから2番の狼要素とか言ってくれないと、俺は9番に行くかな。8番。まあ、正直決めよってほしいけど、まず人狼って便乗するのはみんなわかると思うけど、まず4番さんから3釣り押しが始まったじゃん。4が3釣り押し、5が3釣り押し、6番が3釣り押し。6番さんって最終便乗で3釣り押してるから、俺3白持ってるから6番さん怪しいんだよね。1周目にそこから6の対抗が出てることで、まあ霊能釣りをしたけど、霊能ってドン進行は提唱したものの占いないのを透かしてたよね。あれ村里ないよね。その村里ない1番さんを対抗の5番さんと6番さんって釣りをしてない時点で、占い師持ってて潜伏してる人物かっていうのを考えてほしい。で、9番さんの人狼要素って二グッチョブ起きるよね、高確率で。めちゃくちゃ確率高いとは言えないけど、二グッチョブ起きたら勝ち確場面をそこで出す意味ってあるの？だから狩りを出して確実に二グッチョブを防いだ。その9番さんの狼って分かってほしい。あとね、5番が強靭で高確率でご主人を囲える確率ってそこまである？ないよね。だから6番さんがそれを口実に2に黒塗りしてるから、あの28のラインなんかあった？ 28 の。あと、6級のラインは9番さんって徹底的に5に入れてるから、もう8には集まんないと思って、もう6番釣られたら悪いから5に票を入れてるから、あとの人みんな6に入れてるじゃん。そこは9番さんのロー要素。正直決めよって9番さん言ってほしい。9番
のプレイヤーは発言してください。まあ6番さんに投票する人はちょっと頭が悪いんじゃないかなっていうふうに思いますね。圧倒的芯でしょ。5、6、8が出ていて一番芯がない5番さんに入れるのが安定。うん、5番さんに入れるのが安定。2番さん後ろ持ってるのに1、2ローメはないっていうのは明らかに偽。だからいきなりね狼釣ろうとしなくて一番芯っぽくないところを釣ればいい。7番さんに言うことないよ。なんか組み取れなんかなんだろう。組み取りができない人物はなんかいらないなってふうに思ってるから、別に7番さん、6番さん、偽で決めようってんなら9行けばいいじゃんって話だから、何な縄が余ってるか8番行くって。普通に安定で僕はまあ8、2ローローの確定だから8番さん行ってほしいけど、俺も7番さん目線なんて8つったら9行くなら9行けばよくねって思うんだけど、占い 3CO で俺が騎士で出る必要ないから、わざわざ全ロー番目になりますよって言ってるんですよ、7番さん。わかる?2番。のプレイヤーは発言してください。まず7番さんに回答しなきゃいけないのは、自分自身目線を極力狭くしなきゃいけない。自身って5の芯も追わなきゃいけなくて、6、8強牢っていうことも十分にあり得ると思ったし、9の村毛もしないといけないから騎士を出してほしかった。あれだけその9が盛大に騎士化して、騎士アーマーしたのか分かんないけどって言ってたから、そこに関してしっかりをしてほしかったかなと思ったから、あの発言を言った。キバさんの狼要素って、もう明確にもう2、8にしか視点を向かなくて、5が芯っていう要素も全然あると思ってるんだけど、そこは追ってないところっていうのはキバさんの偽要素だと思っています。たまさからなんか急に叩かれているんだけど、これ4番が3に対して、他に目線を向けたところ4番さん白かったなって言ってるだけで別に3番さんのこと叩いてないんだけど、以上。3番のプレイヤーは発言してください。2番さんは3番さんが4番さんに対して不当だったとはっきり言ったので、不当っていう表現を俺は叩きっていうふうに捉えてしまうんですね。で、そうだな、まあ、4番さん、まあ、噛まれてしまってるけども、これ最初に1周目で発言したのが2番さんから、そして1番さんに行って9番さんへ触れて、9番さんで発言、9番さんへの発言が終わったのが30秒っていうことだから、俺は4番さんが不当だ、嘘を言ってるっていう叩きました。で、5番さんがそれに対して乗っかったから、俺自身は5番さん投票って当たり前ですよね。俺自身は不当に叩かれてるから、で5番さんは4番さんが最初って言ってるから、で俺は3番というのは5番さんに投票するのは当たり至極当たり前だと思ってるんですけど、皆さんが5番さんへ偽確定という要素が俺全然分かってないんですよね。だから3番自身が黒でもある可能性あるし、2、9どっちかだっていう話になってるけど、7番さんだって黒っていう可能性ある中でやってるから、俺全然分かんないんですよね。今日はとりあえず安定で8番さん行くけれども、全然わかんないです。で、正直言って、俺は9番さんの、パッションっていうのは、俺わかるんですよ。例えば、グレー噛まれてて、で、9番さんが騎士が名乗ってっていうのは人狼でやるけど、カビなしで9番さんが人狼で騎士出るとあんま思えてないです。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは、まあけどね、人狼ゲームって本当難しいね。初日6つってたら多分俺噛まれたんだろうけど、まあ6つって俺噛まれた時ってまあ9にみんなたどり着けたんかどうかっていうのもわかんないけど、まあ初日俺噛まれるかと思ったけどね、9番さんで黒出た時に霊能噛んでたんだ。まあね、まず占い 3CO のその攻略法って、まず狂人って怪しいとこに素人、人狼ってやっぱ評価収しないといけないから、3CO になった時釣られちゃいけないのね。だから白いとこに白を打つ。だから6番さんが7に白を打った時点で狼目ってやっぱ6なのよ。
そこを6番さんは俺を固着して、あの8番は6釣りを持ってった。だから28だって言い張って、2に黒塗りをしてきてるだけね。で、あと狼って便乗するから、自分三白持ってて、4が三白、あ、三釣り、5も三釣り、6も三釣り。結果5、6って人外じゃん。で、4番さんの発言に便乗して、5、6って三釣りをしてるでしょ。人外ってそういう行動するから、普通は占い師持ってたら、まず占いないの透かして1叩くと思うけどね。普通な、そこ1叩かずに便乗で3を殺しに行ったとこ、あの、5と6ちゃんと人外って分かってほしいかな。でね、狂人が初日に高確率でご主人を囲える確率ってそんな高い？ないよね。あと、6級老老の要素って、6番さんと9番さんに、あんまり触れてないのと、9番さんが徹底的にご投票してるとこね。あの、確実に明日9番さんつってね。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは3番。7番のプレイヤーは発言してください。まあ変わらずですかね。9番さんの言ってる論かなりむちゃくちゃですけどね。だって狼ならやらないって、村でもやらないですって。赤友さんギフトありがとう。じゃあ僕、じゃあ9番さんが村で、あなたが村で本当にそれをした、じゃあそのそれをするメリットを教えてもらっていいですか。俺メリット一切感じないんですけど。いや、人狼だったらやるメリットないって、それでアーマーしてそういう発言ってできるからね。スライドして、いや俺が人狼ならやらないよって、そんなの何の要素にもならないじゃん。村目線2グッジョブ起きた方が勝率って上がるのに、9番さんってそれ無駄にしてる行動で、村なら。だから9番さんが村に俺は思えないけどね。まあ、2番さんに言っておくと、俺はもう5の芯切ってるんだよね。これってだいぶ前から発言してるんだけど、これ3番さんも5番の芯切ってるからアーマーしたから、俺もそれに続いてアーマーしたんだよね。そらそう、そらそうだと思いますよ。9番さんが透かしたんだからアーマーしないとやばいってなるでしょ。9番のプレイヤーは発言してください。まあ知能のレベルの低いなってふうに思ってますけどね。占い師 3CO で僕が騎士で出る必要ないんです。カリウドで全道盤面になるんですよ。出る必要ありますかっていう話。占い師が 2CO で僕が人外で出るメリットは全然ある、うん、ただ占い 3CO で出る必要はない、うん、で、あの7番さん生きてる意味考えてください。3番さんが噛まれた意味を考えてください。はい、3番さんは9のパッションを感じて多分2に行く。7番はもう6、9でロックしてる。はい、生きてる意味考えてください。うん。だからそれ以上言うことないっすよ。うん。
普通にこれ村にないとか、そう思うならそう思えばいいんじゃないですか。あなたがもう人狼経験がね、どれぐらいあるか知らないけど、普通に考えて、占い 3CO で狼で出る必要ないから、俺は、ま、あの普通に潜っとけばいいだけだから、考えてくださいね。以上。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、その9番さんの人外要素っても、6、8が2世、8が2世で、6が2世で、5が真っていう要素を全く追ってないところが明確な2世要素だと思っております。視野が狭すぎて、もう、まあ、2日目段階で8から9がクローズされる瞬間から、2、8ローダー、2、8のローダーの視点しか追えないところが、キューバさんの人外要素だと思っててほしいかなと思っています。あと、その騎士のあぐり出しっていうのは明確に人外要素だし、やる理由も必要性も無駄だったの全く持ってないから、はい、それだけしっかり、人外要素を上げられるので、そのキューバさん行ってください。以上です。投票を始めてください。タンパクやね。熱くなるよね。9番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。人狼の勝ちです。まあこれクラムさんが怒りそうだな。さんに関してはごめんなさいね。あれはちょっと、でも俺狼なんで別に。いや、そもそも謝るべき人物が違うって、そもそも9番の発言自体もよろしくないんだって言葉遣いが。で、そもそも5番視点から言わせてもらうよ、これ。ネタと思ってもらっていいけど、9番がそれを言うんであれば、5番視点って9、1、3、4が頭悪いことになるかな。ちょっと9番さん、あれは、ちょっと言葉遣い気をつけてね。7番さんに知能が低いとか。あれはダメね。OK、9番さん。はい、すいません。うん、今度同村したときは、絶対言わないようにお願いします。はい。まぁ、ちょっと狂人さんが助かった、初日囲いと。まぁ、ちょっと6釣った方が俺勝てると思ったんだよね。6の白結果見た方が7にたどり着かないと思ったから。狂人釣りに行ったの、ちょっと申し訳ないけど。浜助さん、イランさん、ありがとう。6番さん、よく2クロ打ちましたね。いや、あれは8が9クロ出したんで、5が黒のパターンだったら、まあ、どっちにしろ2クロで勝負か、勝負っていうか、まあ、もう負けてるから、2クロ打ちです。8の9クロ見てから打ってるんですよ。5の結果じゃなくて。6番さんっていうのは、1周目でもう7の黒だと思って、白って感じですか？いや、わかんないですよ。だって、発言、ああ、いや、7か3だと思いました。いや、俺結構3番さんの視点良かったと俺思うんですよ。普通に。だからそこ叩いてるところ普通に印象合わないなと思いましたけど。どっちかにいると思って。あ、で、8が3白出るの見えてたんで。で、5番が2白だろうもんなとも思ったし。発言聞いて全部。押してあげて、ホスチェンを。わらびもちさん、そらさん、ありがとう。そこは外して、8、3、3と2は外して、うん、5と8が出るでしょう。あと7、ご主人に見えたってこと？リオタさん。状況で7かなって感じ。まあ、9はわかんないけど、色見えてないし。4番は白いでしょと思ったし、3番は、まあ、ちょっと黒いけど、まあ、でも8が3白出すだろうなと思ったから、わかんないんで、一旦ステイ。りょうさん、ありますさん、クロスさん。8と5が占い出るのは思いましたよ、発言で。もうそもそも5の2の白置きとか、絶対どっちかに白だろうと思ったし。すいません、ちょっとめっちゃ電話かかってきてるんで、俺落ちますね。ありがとうございました。はい、お疲れさんです。お疲れ様です。小島さんも、3白前提の話してるから、多分。ああ、進化人狼かって思ったから、進化人狼で3白じゃないですか。だって6が一番最便乗で3釣りをしてるみたいなのって。4は3釣りはいいけど、まだ。なんか、多分3白。
え、9番蹴った？マジで？ちょっと待って、